皆さんこんにちは、広瀬優の〇〇っていいね、久しぶりにね、生配信で、やった広瀬の部屋から、今回お送りしております。そしてゲストは高橋涼介さんです。高橋涼介です。お部屋2回目のお邪魔します。あと2回目、もう一つね、僕がちょっと弱ってる時にでもう出てますし、計3回目ですか。もうだから俺レギュラーですね。レギュラー。あとその〇〇っていいねをそろそろ乗っ取ろうかなって。いやもうマジで私の番組にしたいなと思って。まああの番組海賊編っていうんですか、あれは何編なのか。なんであいついないんだ。拙者でござるか。めちゃめちゃ怖いんですけど。まあまあぜひその回もね、ちょっと僕がいなかったんですけど、はいはい、ちょっといろいろ見させてもらったんですけど、非常に怖い回だったので。怖い回。いや何あんたの代打で言ったな俺。それを怖い回ってどういう言い方よ。不謹慎ですけど、やっぱ行かなくてよかったな。いやお前最悪だよ。いやでも逆にちょっといつものテイストが違ってて、涼介さんならではのやつだったのかなって思うのでね。何が一番嫌なの。いや、嫌だというか、まあ、そのだからよくわかんないです。なんか、かぶり物した人が出てきたりとか、だから、どう…いや、行かれた、行かれた番組だなって思ったんだよ。バラエティーなんだ。だってさ、俺さ、ゲストで来たんだよ、あの日。したら、広瀬さんいませんって言って、したら、いろいろね、いろんな方々が今回の番組を手助けしてくれますって言ったら、全員ボケてるからさ。これボケまくりでどう突っ込んでいくかもわかんないんだよ。まあ、ただでさえね、この番組結構コアな人しか見ないで有名なのに、さらにコアを攻めたというか、ね、虫食った次はあの残酷によくわかんない回で、今日はね、はいはいはい、ちゃんとした回ですから、今日はいつもの変な回とは違って、小涼介さんが来てくださるということで、今回はこのグリッドマンのね、リバースというね、これはね、新 TCG ですから、気合い入れてアレクシスしてきちゃったもんね。ムキムキだな、もうグリッドマンのカードゲームを楽しみに来ました。はい、ということで僕ら2人だとこのまだちょっとリバースというカードゲームね、あまり分かってないので、今回はなんとブシロードさんから、お偉いさんが、マジで多分結構厳しめの方だったら、ちょっとスーツで今回は来るのかな、ちょっと緊張してるんですけど、こんな格好でいいのかなって僕らも言うよ、まあこんなだって偉い人が来るんで大丈夫かなと思って、ちょっとドキドキはしてるんですけども、まあちょっとね、ずっと待たせるの申し訳ないので、早速呼びましょうか。じゃあブシロードの朝のピー、どうもー。ブシロードリバースプロデューサーの朝田でーす。めちゃめちゃよろしくお願いします。めちゃこきそうでしょ。なんでここの番組と手助けする人たちがさ、みんななんかさ、ボケ倒して、お願いしまーす。ちょっともうおひげがどういう感じなんですか。もうアロハで服も食べ物ばっかりで、そのおひげばっかりで、まあね、カードゲームってね、やっぱ皆さん楽しんでもらいたいものがあるから、まずね、楽しいですよっていうふうに出していかないから、あ、そうなんです。いいね、スタッフ、いい逸材見つけましたね、これ、レギュラーです。多分今後もちょっとぜひ登場していただくことあるかもしれない。ぜひ、いつもお呼びください。あれ、俺、裏でご挨拶した時と人が違った。もうね、すごく柔らかく来ていただいて、ありがとうございます。このお二人の目の前にこの、はいはいはい、これは置いてあるんですが、簡単に言うと、ここの上の真ん中にエントリーっていうところ書いてある。エントリーか、はいはいはい。このエントリーにあるカードが相手のカードと戦います。おー、なるほど。そうです、その一枚だけが相手と戦うカードです。はいはいはい。で、相手のカードを倒すと、その、リタイア浮き場っていうところ、これやられたカードリタイア浮き場に行っちゃうんですね。あらら。このリタイアが7枚溜まっちゃったら負けというゲーム。なんで7回やられたら負けっていうゲーム。はいはいはい。で、このエントリーっていう後ろにメンバーっていう3つだけカードを置く枠があります。で、このメンバーにのカードの手助けがないと、このエントリーっていうところから攻撃ができない。あ、じゃあエントリーにある1枚だけでは攻撃ができないですか。そうですね、はい。ここにカードがあるだけだと攻撃ができなくなっちゃう。で、そのカードを、このカードを使うのに、なんかここに書いてあるエネルギーとかっていうカードを置いていって、はいはい、エネルギー、そのエネルギーの力とかを使って、ここにカードを出したり動かしたりしていくっていう、はい、そんなゲームになってます。こ
ここのエネルギーを使っていわゆる技を使ったりとかができますよ。そうですそうです。ナイス。では早速教えていただいて、ね、なんかさ昔さカードゲームとかめちゃくちゃやってた。やりましたやりました。何やってたの？僕遊戯王やってて。遊戯王いいね。やっぱ小学校の頃から自分ワクワクしないなんかこういうの。もうえほらトップユータ。本当だ。え。並び順はみんな一緒。何一緒？トライアルゲッキみたいな。そうですね。トライアルゲッキって言って始めるための。うわなんかこれさ、テンション上がった。グリッドマンじゃなくてやっぱユータが前ってところがね。いいねやっぱね。いやなんか主人公だから。うわうわうわみんないる。みんないるみんないる。リッカ、アカネ。見えてるかな。すごいすごい。お、キャリちゃんもいますよ。お、キャリちゃん。アリバー。トライアルゲッキって遊びやすいように同じカードがちょっと何枚一緒に入ってるですね。レアですね、ボラ。レア。わあ、レアが違う。え、違う。ボラがレアだ。え、マジで？嘘。あ、で実はこのリバースのトライアルデッキだと違うんですね。3枚だけ光ってるカードが入ってる。あ、俺グリッドビームあるよ。どのカードが光ってるかは開けてみるまでわからない。あ、ボラ、アカネちゃん、アンチ。マジ？すごい。俺リッカリッカなんだけど。あ、そうだ。何俺こっちにしよう。じゃあ、カードの中にこの赤いカード3枚入ってると後ろの方にあると思うんですけど、この赤い枠のカード、まあ、これですかね。はい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 。あ、はい。いいか。ですね。この赤いカードだけちょっと避けといていただいて、はい。あ、これ避けた。じゃあ1枚だけ最初ここにカードを置いとくんですけど、じゃあちょっとまあ後で何でかを説明するんですが、はい、じゃあ茜ちゃんのカードを1枚選んで、1枚。茜ちゃん。一枚ここに裏向きで打ってみてください。裏向き、はい、裏向きで大丈夫です。こういうこと、はい、そうですね、はい、やって残りのカードは、まあ、シャッフルしちゃいます。結構固まっちゃってるんで、多分この普通の混ぜ方よりなんかこういう感じでもうこうぐちゃぐちゃ、こういうこと。あ、そうそうそうです、はい。高橋さんやられてる感じ何その混ぜ方俺見たことないんだけどいや、もうこれが一番混ざるから。いや、なんかさ、同じところでずっと混ぜてるから結局同じ並び順になりそうです。下入れたり。じゃあ、これを右側のデッキ置き場っていうタイプで見てください。はい、うわ、なんかワクワクするな。戦うさ、じゃあ、お互いにじゃあデッキの上から3枚カードを3枚ください。それが最初の手札に。5枚とかじゃないの？そうですね。さっきちょっと横に分けていたこの赤いカード、はい、あれじゃないですか、はい、この赤いカードも一緒に手札に入れちゃってください。入れます。だって手札6枚ってこと、はい、そうですね。なんで最初手札は6枚になります。これは強いぞ多分分かってないけど強い。これでゲームの準備はほとんど完了になります、はい、で、じゃあじゃんけんしていただいて、はい、先行方向を決めて、はい、いただければ。これどっち有利とかないです、大丈夫ですてか何のルールも知らないし別にそんなに重要じゃない。最初はグーじゃんけんぽい、はい、が僕からじゃあ先行、うん、先行で、はい、ヒロさんが先行になるんで、はい、後攻の方は、はい、じゃあさっき赤いカードいいか、はい、これを1枚だけ最初に置いておけるっていうのがあって、後攻なのに最初に置いていいんですか。そうですね、後攻を本当にやっちゃう、そのままやっちゃうと先行の方がちょっとだけ有利になっちゃうんで、はい、まあ、後攻の人はまあハンデみたいな、ハンデみたいな感じですね。これは別に特にあれですか、どのカードですか。はい、どの赤いカードを、そうですね、何のカードの能力とか数字とか書いてないと思うんです。確かに、じゃあ絵だけど、これ好きなカードを選んでいいっていう。じゃあリッカ、リッカ可愛いから、そんな感じで置いていただければ大丈夫です。これで準備完了なので始めましょうやりましょう。一応初めの合図がありまして、リバースゴーという合図で、はい、この裏にしたカードをリバースゴー表にして、これはですね、はい、ゲームを始めるという形になります、はい、いく行きましょうか。カメラ目線でしょ。いきますよ、せーの、リバースゴー。なんかさっきすごいのとコラボしてるんですよ。そうそうですね、ここからちょっと先なんですけど、はいはい、9月とかに今新
日本プロレスさんのカードを新日本プロレスいろんなジャンルの番組とかいわゆるサブプロレスアニメーションとかゲームとかっていうところでは、ね、本当に新日本プロレスさんはちょっと異色なんですけど、ね、ドリームマッチみたいな8人が戦えるってことですよ、ね、だから響き優太対棚橋が出る絶対負けるってだから、はい、ということでですね、今回僕たちが遊んだリバースのカードにですね、まあ、私は響優太くん、そして凌介さんはキャリバーさんにね、サムライキャリバー、はい、私たちサインを書かせていただいたので、ね、キャリメプライムの会員の方にですね、これご応募いただければ、全部で何枚ありますか。そうですね、6枚、3枚3枚で6枚、6名ですね、6名分の、ものがありますので、ぜひこの機会にですね、会員登録していただき、ぜひご応募していただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、応募方法は多分この辺に出てるんでしょうか、下でしょうか、はい、こちらでございます。皆様よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。